時間通り来ないのみんな。みんな来ないよ。でも俺もなんとも思ってない。例えばじゃあ15時から撮影するとすんじゃん、うん、自分も16時くらいから合わせて、どうせ来ねえからいやでも結構、うん、あの時間ちゃんとしてるかなと思って、うん、あ俺が頑張って。あ、そうなんだ。でも全然なんか、あの、そっかそっか。そ、待って待って、よくないな。そんな感じならなんか全然これから遅れてっても OK みたいな思ってるでしょ。思ってない。思ってないんだ。そう、電車。めっちゃキャバ嬢多いと思う。あ、遅刻ね。遅刻というか ADHD 気味の人。あー、そういうこと？うん。めっちゃ忘れ物する。あー、そうなんだ。昨日も、韓国に、忘れた財布取りに韓国行ったし。え？財布忘れて、貴重品だから、返してくれない。取りに行かないといけないと思って、取りに行ったら、うん、次は買い物したものを、忘れて。往復ヤマト運輸みたいになってんだ。そうなんだ。取りに行かないといけない。すごいな。生きづらいな、それは。人生ずっとそうなの、今まで。うん、私の人生そのうつ系も入ってんだ、それちょっとだるいな、マジで。